はい、どうもことです。今回はね、リサのグレンゲの解説をしていきます。チューニングがドロップ C ですね。一番下の弦を C で、順番に C、G、C、F、A、D ですね。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、ここなんですけども、パワーコードですね、全部。ドロップ C なんで、1本の指で押さえれます。6、5、4弦の縦3つですね。ルートの音が最初が6弦の4フレット。で、その次が2フレットです。で、間にカッティング挟んでます。これの繰り返しです。で、次ね、サビの手前ぐらいまでギターがないので結構空きます。じゃあサビの手前やります。はい、これも基本的にパワーコードです。ブリッジミュートですね。右手の手刀でブリッジを押さえて倍音消して、最初の音が6弦の開放です。で、次2フレット、次4フレットルートの、これ4弦の6フレット7フレットです。下にタブ札します。はい、じゃあ最後サビいきます。はい、これ6弦ドロップしてるので、ちょっと押さえ方特殊なんで下に押さえ方載せます。はい、じゃあこんな感じですね。ちょっと短い動画になったかもしれないですけど、よかったら下の概要欄にブログとかいろいろ各種 SNS 載せてるんで、よかったらフォローお願いします。最後にチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。